こんにちは。今日妹からなんだ妹から LINE が来てですね、なんかこういうのに当てはまってるから怖いみたいな、認知症になりやすい人の特徴みたいなのが送られてきて、まずですね、AB 型の人は、なんだ、交感神経が優位になる傾向があり、自律神経のバランスを乱しやすい。僕 AB 型なんですよね。あとね、ちょっと注目すべき、右利きの人って書いてるんですけど、でもね、大体みんな右利きなんで、これちょっと不安を煽る、あれかなと思うんですけど、右利きの人はね、日常生活で左手を使う機会が少ないため、左半身を動かしている右脳が刺激されにくい、だから認知症になるリスクが高いということなんですけど、これはですね、ドラマーは左手動かしまくりですからね、そういう意味ではとても、良いのではないだろうかと。しかもね、指とかも動かすし、腕も動かすし、左足も動かすし、ね、右脳を刺激しまくりですから、なかなかね、認知症に対するリスクは低くなるのかなとは思いますけど、まあでもね、わかりませんけどね。僕のかかりつけのお医者さんも言ってましたけど、健康にいいんじゃないかと。ドラムはね、体も動かすし、頭も使えますから、そういう意味では、良いのではないかと。一生のね、趣味としてこれ以上のものはないと言っておきましょう。じゃあですね、今日の1分間レッスンいきたいと思います。1分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。今日はですね、何でしょう、リバウンドを取ってくることについてちょっとお話ししたいと思います。いきますよ。用意、スタート。はい。レッスンでですね、16分音符と6連の行ったり来たりをやってたんですよ。16分音符、タタ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 、6連、タラララララ、タラララララ。はい。これね、やってると、ゆっくりの時は、両方ともリバウンドを取らない、バウンドを取らない振り方。で、少し早くなってくると、6連の方はリバウンドを取る。で、さらに早くなってくると、16分音符も6連も、バウンドを取りながら振る。リバウンドを取りながら振ってるので、やってる間、クリップエンドがここにつくことはないんですけど、このね、全部リバウンドを取りながら、リズムをですね、コントロールするのがすごく難しいんですね。ここはですね、注意深く練習していただきたい。すごくやりづらい。リバウンド取りながらだってね。リバウンドを吸収するスピードとかをうまくこう調節しながらチェンジしないといけないので、用心してですね、練習していただきたいと思います。そしてですね、その壁を抜けるとですね、テンポがバーンと上げやすくなるということになっておりますので、頑張って練習してみてください。ありがとうございました。はい、というわけで今日の本題、いきたいと思います。ですね、今日は、手と足のコンビネーションの話なんですけど、手足のコンビネーションはですね、結構皆さん連続でやる練習はね、エクササイズチックなやつは、例えばこういう粉とか、まあこんなんとかね、して応用とかしちゃったりとかして、よくやると思うんですけど、その後はですね、やっぱり自分の好きな場所にバスドラを入れてみる練習が、練習っていうかね、まあ、自分の得意な形を探す旅。
このね旅に出てもらいたいなと思うわけですよ。自分の好きなところに、ダブルとかバスドラのダブルを入れるとかじゃなくてシングルでいいんですよ。ゆっくりでいいから、まずはどこにでも入れられるように、手順も何でもいいんです。バスドラの後に右手が来ようが左手が来ようが、自分がやりやすいパターン、一個でいいんです。そして慣れてきたら4拍子単位で、止めてみたりとか、その4拍子を感じながら練習、あとアクセント入れながらとか、例えば例えば、あとは自分のルールを決めて、右左足っていうのをどっかに入れる。自分の気持ちの中で右左足っていうのを今入れられるぞって思ったところに入れる。ここみたいな。ここ。ここ。いきますよ。ここ。次、次、右左足っていうのをね、その単位で入れてみる。そうするとね、タームとかに応用するときも分かりやすいんですよ。右左足をここに入れるぞって、あ、タームとかに振り分けた方が、その単位を入れやすい。右左足。やってるうちにだんだんね、自分のやりやすい形っていうのが出来上がってきますから、シンプルなリズムを、シンプルなパターンをここで入れられるかなっていうところでまず入れる練習、そしてその後に4拍子の単位で入れられるようにリズム刻みながら、やっていくと自分の得意なパターンがだんだん出来上がってきますから、手と足の組み合わせ自由に入れられるようにいろいろなところに、あとね、ハイハットとスネアのこのとバスドラの3点、これで練習するのもね結構面白いですよ。タムに入れるとフレーズが出てくるので、こう、音程があるから惑わされやすい、結構難しいんですけど、ハイハットとスネアだけだとね、どんなことやってもね、なんていうのかな、おかしくないって言ったら変ですけど、左手も右手ハイハット左手固定でやってもいいんですけど、余裕が出てきたら左手こっちに持ってったりとか、右手スネアに持ってったりとか、いろいろやってるうちに、あ、このパターン知らないけどなんかいつも出るし、自分の中で打ちやすいなっていうのが出てくるので、そういうのでですね、自分のフレーズ手癖をね増やしていただきたいと思いますね。手癖っていうのはいつでもパッと出せるものだからすごい便利なんですよ。でも手癖が少ないと、やってる本人としてはいつもこのフィルばっかりだなと思っちゃうかもしれないですよ。じゃあどん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 手癖増やせばいいっていう話なんですね。はい、というわけで、いろいろと組み合わせを遊びながらやってみてください。ありがとうございました。